はい、それではただいまより、美脚整体を僕がやっていきます。で、まあ、片側だけをやるんですけど、本当はですよ、この足の甲から足の裏からふくらはぎ、すね、太ももの内側、真ん中、外側、裏側、お尻、ウエスト、この辺まで全部やっていくんですけど、これちょっとやってると長くなりすぎるんで、ある程度かいつまんで、まあ、ふくらはぎと太もも周り、お尻周りっていう風に、まあ、大雑把に、ちょっと、施術をやってみますんで見ててください。まあ、こうやってね、今チェックしてます。で、こう持ち上げて、で、この時にこの持ち上げているのはですね、この足がまっすぐとこの遠心性って言うんですけど、この方向に抜けるように持っています。だからここは変わらないですね、こう持ってて、この感じは相手に違和感がないようにして持ちます。で、今ここの人差し指のこういうふうに直角に当ててこう持ってるんですけれども、重たい場所を探してます。この辺ですね。この辺が重たいんですね。こうやって重たい場所を探して、こう下から上にこう持ち上げていますね。ここら辺が特に重たい。で、重たいとこ捉えて、この膝がこうやって、てこの原理で抜けるぐらいまでですね。こういう感じでやると、足の重みが背骨の方に移動してくれます。で、こっちやるときにこう持ち上げるんじゃなくって、肘をこう落として自分の体も最小限の力でテコの原理を利用して相手の体を持ち上げると、相手の体に違和感がないっていう状態ですね。こういう状態を作り出せます。で、少し外側に外してます。で、あとは、2点でつまむ方法っていうのがあって、こうですね。これも重たい場所を捉えてます。次、膝を曲げます。で、もう少し奥ですね、この奥を同じようにこの重たいところを捉えて外側に、筋膜を剥がしています。で、特に今この膝の裏のこの腓骨の外側ですね、ここに重たいのがあるんで、ここを剥がしています。ちょっと痛いですね。この時もね、この相手のこの足がこっちとかこっちとかこうぶれちゃうんで、相手が力まないようにこっち側がちゃんと支えてあげてます。この奥だいぶきますね、この奥ね。よいしょ。で、この場合はこの角度やからこういう感じですね。90度に刺激を入れてあげるようにこう持ってきてます。まあ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 重たいです。だから僕はまあまあしんどいですやねんけど、今もう足がぐにゅぐにゅに溶けましたもうこれだけでもえげつなくかかってます。うわー、すごいな。うわー、すごいな。よいしょ。で、次は、太ももですね。太ももの、ここの太ももの、骨の外側
ここの外側に大天使っていう場所があるんで、ここを外側にこう開きます。重たいとこがあるんで、ここを捉えて外側に開く。でこの時はこの遠心性に遠心性の感じでこう持ってますね。足がこう向けに行くように。で次はつまみます。そこそこきますね。で太ももの裏側、これもつまみます。すごい重たいっていうか、そのこっち側がだからすごくきついですね。次はお尻いきます。お尻も外側に開いてあげます。よいしょ。仙骨、仙腸関節のとこから重たいとこがあるんで、それを外側にこのように開いていきます。うわ、ここ重い。まあこの内ももとかもね、こう2点でつまむってさっき言いましたね。それをやってます。まあもうこれで、とんでもなく変わってるんで、もうこれはもうここが全然違いますね。あらららららら、ちょっと触ってみて。もうすごいわかるから、ほらほら、もう見た目で全然違うでしょ。全然違う。どうですか。トロトロになってる。トロトロになってるでしょ、こっちは。全然違う。全然違うでしょ。トロトロになってる。っていう風に、もうほんまびっくりするぐらい違うんです。その代わりちょっと僕しんどいですよ。そのちょっと疲れちゃったんやけれども、このようにこういう、美脚整体というのは本当にあって、で、足を柔らかく細くこうやった時にね、すごいつかめるんですよ。でもうこっちが手も入らないというか、このでも入れたとしてもこう広がっちゃうんですね。足がこっち側はもうシュッと入るんですよ。もう全然足が変わるんで、体質、その人の体質っていうのを変えてあげることもできます。これをちょっと続けていけば、こっちの足が普通になってくるっていうか、そういう、何回か、その繰り返してあげると、お客さんの足っていうのも細くなるんで、ぜひ、この技術をマスターして、皆さんの足を細くしてあげてほしいなと思います。